はい、えー、吉谷さんがね、動画をずっと続けることによって気の合う人を集めていくっていうお話をさせていただいて、えー、その中でもう吉谷さんの お背中を見てね、切られたくないからやるみたいなね、そういうフェーズに行った方がいるということで、素晴らしいなと思いますやっぱり人はね、人に何か奇跡を起こす力があると思うんですよ。そこにはノウハウではなくて、本当にね、気持ちの問題だと思うんですよ。マインドっていうと、ちょっとね、なんか、宗教っぽくなるんで、今回は気持ちっていうことを言いたいと思うんですけども、やっぱりね、まあ、吉田さんが毎日動画を上げていらっしゃるのを見て、私もまあ動画をね、負けるかって感じでやってるところもあるし、うん、どちらかというと、私はね、あの、まだまだ、ね、足りないんですよね。 足りりないあの、渇望感があのですので私の塾生さんにもちょっと直接のダイレクトメッセージで動画送ってこいみたいなことをねやるわけですよそしたら私もそれに返信するみたいな感じでコミュニケーションが高まっていくとお互いに楽しいから続くと楽しさを感じない人はやめていく動画の返信がないわけですよそういうふうにしてだんだん淘汰されていってあこの人のエネルギー動画を作るエネルギーもしくは動画じゃなくてもなんかアウトプットするエネルギーは学びになるなと。 同じところに立ってるなって感じがして、さらに進んでいくんですよね。で、やるぞって決めた人っていうのは結構いるんですけども、じゃあ3日経ってどうですかって言ったら辞めていく人がほとんどなんですよ。1週間経つともっといなくなりますし、1年経ったら解無ですよね。そういった形で、この旅についてくれる人ってあまりないんですよね。で、その旅の先にどんなに黄金があっても、どんなにね、えー、素晴らしい人生があっても、そこまで来る人がいないですね。すごく寂しいような気もしますし、 あのですかね、今までの人生にやっぱり戻ってしまうっていうこのねもったいなさっていうのを感じます、まあ、そういう意味では私がもっともっとね、えー、本当はね煽っていくべきなのかなと思うこともあるんですよ銭金、ねえー、時間たっぷりあるよみたいな感じで、えー、なんかねタワーマンションで高そうな焼肉でも食べていけばいいのかなって思っちゃうんですよだからそう思わせないでほしいと。 そんなことしなくても、私のこうやって毎日の立ち振る舞いとかね、こうやって時間を本当にコントロールしているところとかを見て、あそういうふうになるんだ、そういう世界なんだと思っていただきたいかなと思うんですよ、うん。で、私はね、こうやって毎,毎日毎日放送をお届けしてますけども、本当に不思議なことに、稼げない人ってこれ毎日放送してないんですよ。やる気がある時だけあって、やる気のない時はやらないと。時間がある時だけあって、時間がない時はやらないって感じになっちゃいますよね。うん、それでいいのかなと思っちゃいますけどもね。 で人間って切羽詰まんないとやらないって言いますけども、いやいや、切羽詰まってもやらないですよ。で、それで死んでいくんですよ。うん、死ぬっていうのはじあの人生的に死ぬわけじゃないですよ。命がなくなるわけじゃなくて、やる気がなくなるっていう意味の死ぬも込みなんですけどね。なんかね、あのちょっと前に小野沢さんとも話したんですけど、いなくなるんですよ。本当にいなくなると。みんないなくなると。こうやってね、行くぞーってって1000人ぐらい並んで歩くんですけども、気がついたら、あれ誰もいないっすねみたいな感じですよね。<laughs> 誰もいないんですよ。で、なんかまた、あの、 集団になっちゃうんですよねで我々は一部の人しか成功しないその一部になろうとしてるわけなんですよ。ね。誰もがそんな人生を送れるわけないでしょっていうふうなそこに向かってるわけなんですよ。なのになぜかみんなと同じ人生のところに戻っていくんですよね。みんなと同じような結果を求めていくんですよ。いやいや私はね自分じゃない人がそれをやってるんだったらそれをやる必要はないと思うんですよ。自分に意識できないものがこの世界にできたんだとしたらその道しか私は歩まないと思ってるんですよね。そうしていくと 気の合う人だけが残っていくんで、気の合う人っていうのは続けてる人、残ってる人なんですよね。だから良好な関係が築けるんではないかなと思いますよね。うんだからね、あのぜひね、あのー、私のことがねすごく好きだったら、好きだったらってないけど、好きだったらあのー、同じ道を歩いてほしいなと思います。私のことが気に入らなければ、まあ、別の道を歩くのも仕方がないんですけどもね。まあ、その大切なものがあの家族じゃないですか。 奥さんとかは私から逃れられないわけですよ逃れようと思ったら法的に離婚みたいなことになるんだけどもまあそうならないから一生ね続くんだと思いますしそっかしくってのも家族だと私は思ってるんですよねだから家族ならやっぱり同じ道を歩んでほしいし大きな意味でですよ細かいところは違ってもいいんですよでも大きな道でアウトプットをするっていう道はあのビジネスをする上では絶対なんですよアウトプットをせずにビジネスが成立することはないんでないんですよないんですよ でもアウトプットしないでしょ。で、結局セルフバックやったりやんなかったりぐらいで足踏みしちゃうんですよ。セルフバックってアウトプットしないところがいいところなんですけども、アウトプットどっかでしなければ、セルフバックで打ち止めですよ。ね。私みたいに300万稼いだところで、3年間で300万セルフバックからお金を、あのー、ね、いただいたところで、それで終わりですからね。年収100万のためにセルフバックやるんですかってことですよ。うん。だからそれはセルフバックってな、最初のね、1ヶ月やったら十分ですよ。 それをね、ずっと続けるのは、他のことをやってる、やる上でならいいんですけども、セルフバックだけを1年間とか、セルフバックだけを3年間。まあ、それだけをね、やるのも大したもんですけども、そこには大きな売り上げはないですよね。ただ、継続力がつくんではないかなと思いますけどもね。はい、いろいろと申し上げましたけども、続けてくださいということでございますね。